カナディアンウイスキー。カナディアンウイスキーとは、カナダ国内で、カナダの法律に従って作られる、ウイスキーである。かつては、ワンデイウイスキーとも呼ばれる劣悪な蒸留酒であったが、隣国アメリカの禁止法の時代に生産を伸ばし、カナダで法律が整備された近年では、どの銘柄も一定以上の品質のウイスキーとなっている。なお、今日のカナダは、世界的に見て、 ウイスキーの生産量の多い地域の一つであり、日本においては、カナダをウイスキーの五大産地の一つとし、カナディアンウイスキーを世界五大ウイスキーの一つとして数えることが一般的となっている。カナディアンウイスキーの誕生は、一説によれば、アメリカンウイスキーの誕生よりもやや遅く、やや歴史が浅く、1769年であったとされる。しかしながら、カナダで、 最初の蒸留期を備えた酒の醸造所が、ウイスキーの輸入の削減を目的として、現在のモントリオール付近に建設されたのは、1668年のことであり、カナダで蒸留酒の生産が始まったことを、カナディアンウイスキーの誕生と考えるならば、17世紀後半にが、カナディアンウイスキーが誕生していたとも言える。いずれにしても、カナダでのウイスキーの生産が本格化したのは、 アメリカ合衆国の独立戦争後にアメリカ合衆国の独立に批判的なイギリス系の農民が当時はまだイギリスの植民地であったカナダに移住しそこで穀物の生産を開始した頃であるとされているカナダでは18世紀の後半に穀物が過剰生産となりその余剰穀物を使って製粉所が蒸留酒の製造を始めた当時の製粉業者は 製粉業が本業であったが、そのほとんどが副業として蒸留酒作りを行い、中には蒸留酒作りを本業にする業者も現れた。一説によれば1787年には、ケベックで3カ所、モントリオールで1カ所、蒸留酒の製造を専門に行う蒸留所があったとも言われる。また、一説によれば、1840年代には200以上の蒸留酒の蒸留所が稼働していたとも言われる。 そこで生産される上流酒はその多くはアメリカ合衆国向けであった。ただし、この頃の製品はワンデーウィスキーとも呼ばれる粗悪品で上流を行うとほぼそのままで事実上熟成を行わずに1日後か2日後には製品として出荷するといった具合であったと言われる。なお、この上流酒は今日のカナダでは同国の法律の関係でウイスキーと名乗ることはできない。 カナダウイスキーの代表的銘柄であるカナディアンクラブは1856年にその上流所をオンタリオ州のウォーカービルで創業している。当時カナダでのウイスキーはソンでの販売が普通だったがカナディアンクラブはボトリングし瓶に詰めてさらに製造保証書をつけて販売したという点でカナダのウイスキー市の中では特筆に値する。カナダでのウイスキーは 19世紀の後半までは、ライ麦を原料としたものが主流であった。しかし、1850年代には、連続式蒸留器が導入されたり、また、この19世紀の後半からは、トウモロコシなども原料として使われたりするようになったことで、カナダのウイスキーは味などが変化した。今日のカナディアンウイスキーは、ライ麦以外にもトウモロコシがしばしば使用され、また、 その上流過程において連続式上流機を使うのが普通である。したがって今日のカナディアンウィスキーの特徴はこの頃に獲得されたと言える。カナディアンウィスキーにとっての次の転機は1920年1月16日から1933年12月5日にかけて隣国アメリカ合衆国が禁止法の時代に入ったことである。この禁酒法は アメリカ合衆国におけるウィスキー生産に大打撃を与え、また当時アメリカ合衆国に盛んに輸入されていたアイリッシュウィスキーは輸入禁止措置が取られたことでアルランドのウィスキー生産にも大打撃と与えた。無論カナダのウィスキーとて表面上は輸入禁止であったがアイルランドとは違ってカナダは地理的に近く、それどころかカナダとアメリカ合衆国は長い区間にわたって 国境を接しているという地の利をカナダは持っていた。アメリカ合衆国とカナダとが国境を接している区間は長く監視しきれなかったために容易に密輸ができたのである。結果としてカナダのウィスキーはアメリカ合衆国へと密輸されることとなる。アメリカ英語ではブートレック、ブーツレックに密造酒イコールムーンシャインという意味もあるがブートレックは密輸された品、特に 密輸された酒を意味する語であり、カナダ産のウィスキーはブートレックとしてよく知られる品となる。ちなみに、ハイラム・ウォーカー社とシーグラム社はアメリカ合衆国のミシガン州のデトロイトへ小型の高速船を使えてデトロイト川を渡って簡単に密輸できるようにカナダのオンタリオ州のウィンザーにウィスキーの醸造と上流を行う設備を持っていた。なお、デトロイトとウィンザーとは 川の対岸に位置していて、距離は、ほとんどない。この他にも、禁止法下にあったアメリカ合衆国の北部に、居住していた市民は、休日になると自動車で国境を越えて、カナダで酒を買い求めるということもあった。結局、アメリカ合衆国で、禁酒法が施行されても、ウイスキーの消費量は変わらず、一説によれば、この頃に、アメリカ合衆国で消費されたウイスキーの3分の2は、 カナダ産のウイスキーで、あたとも言われる。これらのことにより、カナダのウイスキー産業は大きく発展したのである。さらに、アメリカ合衆国で禁酒法が撤廃されても、良質なウイスキーの生産には、長い熟成期間が必要であるため、アメリカ合衆国産の良質なウイスキーの出荷をすぐに行うことは不可能であった。アメリカンウイスキーが復活してくるまでの間に、カナディアンウイスキーは、 アメリカ合衆国内において、確固たる評価と人気を獲得する。確かに、アメリカ合衆国の禁酒法時代に、カナダから大量のウイスキーが流入したこともカナダが、ウイスキー生産大国となる要因ではあるのだが、このことよりも、むしろ、アメリカ合衆国で、禁酒法が撤廃された直後から、良質なウイスキーをアメリカ合衆国へ大量に供給し、これによって、 アメリカ合衆国で人気を得たことの方が、カナダをウィスキー生産大国にのし上げる効果としては大きかったのである。そして、カナディアンウィスキーの持つ一般的な特徴は、第二次世界大戦後の消費者の思考の変化に合致していたために、世界的に飲まれるようになっていく。ここではカナダで法律が整備されてから、後のカナディアンウィスキーの一般的な製法について、 記述する。それ以前については、歴史の不死を参照のこと。また、ここではあくまで、カナディアンウィスキーの全体的な傾向に即して、製法を記述している。銘柄によって、製法、原料の配合比率や、熟成のさせ方など、は別々であることをあらかじめことは、置く。カナディアンウィスキーは、カナダの法律によって、縛りがかけられている。それによれば、 カナディアンウィスキーは、穀類のみを原料とし、これを、麦芽の持つ、澱粉分解酵素によって糖化し、酵母によって発酵させ、カナダ国内で蒸留し、容量180リットル以下の樽を用いて、熟成を行い、最低でも3年以上の熟成期間を経たものである。なお、熟成は、カナダ国内で行わなければならないともされている。これらの定義に合致しない場合は、 カナディアンウィスキーを名乗れない。カナディアンウィスキーは、主にトウモロコシ、ライ麦、大麦の麦芽といったものを原料としている。この他に、小麦の麦芽が原料として使われる場合もある。これらの原料の使用割合は任意であるが、もしも、カナディアンライウィスキー、単にライウィスキーと呼ばれる場合もあるを名乗りたいのであれば、ライ麦の使用比率が51%以上でなければ、ならない。 また、使用量に制限があるものの、全く、ウィスキーとは関係のない高未液、ワインやブランデーなどを用いる場合もある。まず、蒸気の原料に水を加え、原料に含まれるデンプンを、麦芽の持つ酵素によって透過させる。酵母はデンプンをそのままではアルコールへ分解できないからである。次に、原料を透過させてできた液体を、 酵母によって発酵させてもろみ、醸造酒を作る。この時、麦類を原料に作ったもろみと、主にトウモロコシを原料として作ったもろみは、別々作られるのが普通である。そのうち、麦類を原料としたもろみは、ライ麦が主体であることが一般的である。また、主にトウモロコシを原料としたもろみには、少量の大麦の爆芽が用いられている。 発酵によって作られた2種類のもろみを、それぞれ主に連続式蒸留器を用いて蒸留する。これにより、麦類を原料とした蒸留酒と、主にトウモロコシを原料とした蒸留酒の2種類の蒸留酒が別々に製造される。一般的には、主にトウモロコシを原料とした蒸留酒は、主に麦類を原料とした蒸留酒よりも、アルコール度数が高い状態になるまで蒸留が、 行われ。上流の後、熟成に適するアルコール度数となる溶化水が行われるのが一般的である。上流後、それぞれの上流種を樽に貯蔵して熟成させる。2種類の上流種はそれぞれ容量180リットル以下の木製の樽で熟成が行われるが、その熟成期間はどちらも3年以上でなければな、習ない。2種類の上流種のうち、 麦類を原料とした蒸留酒の熟成には内側を火で焦がした新村や中古の樽を主に用いる。これに対して主にトウモロコシを原料とした蒸留酒の熟成にはバーボン村。過去にバーボンの熟成に用いた村を材料として再生した樽を主に用いる。カナディアンウィスキーの製造工程においては 麦類を原料とした蒸留酒を原酒とするウィスキーと、主にトウモロコシを原料とした蒸留酒を原酒とするウィスキーの2系統のウィスキーを製造していると言える。このうち、麦類を原料とした蒸留酒を原酒とするウィスキーの方が、一般的に香りなどの個性が強いと言われており、カナダでは、クレーバリングウィスキー、香味不可のためのウスキーと呼ばれる。これに対して、 主にトウモロコシを原料とした蒸留酒を原酒とするウイスキーは一般的に無個性だと言われておりこちらは全てフレーバリングが行われるため土台として用いられるウイスキーであることからカナダではベースウイスキーと呼ばれる。日系統のウイスキーのブレンド比率は一般的にベースウイスキーが88から96%程度をフレーバリングウイスキーは4から12%程度と 言われているただし、中には、フレーバリングウイスキーの比率が、さらに高い銘柄も存在する。また、フレーバリングとして、香味液、ワインや、ブランデーなどを用いる場合もある。いずれにしても、これらをブレンドしたものが製品となっている。損での熟成を終えた後にも、一般的なウイスキーと同様に加水され、アルコール度数40度程度の製品として、 出荷している例が複数の銘柄で見られる。ホワイトカナディアン、ホワイトカナディアンウイスキーは1930年代に作られた世界初の無色透明なウイスキーとして知られる。4回の蒸留と3回の活性炭を用いたろ過によって脱色を行うことで作られた。つまり、これは蒸留されたての熟成がなされていない蒸留酒とは別物で、 きちんと木製の樽で熟成を行った後に液色が無色透明となるように操作を行ったウイスキーなのである。こちらは世界的に見ても特殊なウイスキーと言える。1991年からケープブレトン島にある独立系醸造所のはスコッチウイスキーの形式でグレーンウイスキーとブレンドしないシングルモルトウイスキーを作っている。今日では世界的には 様々なシングルモルトウイスキーが見られるが、ブレンデッドウイスキーが主流である、カナディアンウイスキーとしては異色の存在である。カナダでは、アメリカ合衆国との国境に近い、五大湖の一つ、オンタリオ湖の周辺が、ウイスキーの主要な産地となっている。日韓経済通信社が発表したデータによれば、少なくとも2007年から2010年にかけて、日本のカナディアンウイスキーの輸入量は、 上記のように様々な銘柄が存在しているのにもか、買わず、カナディアンクラブ、カナディアンクラブの輸入量だけが突出しているという特徴があると言える。参考までに2007年、2008年、2009年、2010年と4年連続で 750ml のボトル換算で4万本以上が輸入されているが、このうち2007年は95.5%、 2008年は94.8%、2009年は94.8%、2010年は95.5%がカナディアンクラブで占められていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。